フラッシュ134東京後楽園ホール大会第3試合はスーパーライト級の一戦です。前右がプロ2戦目小林貴彦、対するはキャリア初の連勝をかけます塚本拓磨です。こちらが小林、ボクシングでのキャリアを積んでこの立ち技の世界に入ってきました。第1ラウンドまずリング中央を取っていったのが赤いグローブ塚本拓磨です。本日ゲスト解説は K-1 ワールドグランプリのスーパーライト級チャンピオン山崎秀明選手です。はい、さあ山崎選手、はい、この2人のことは印象ございますか？いや正直ちょっとないんですけど、ちょっとまあ同じ階級なんで、はい、まあ、人ごとのようには見てられないという。なるほど、はい、そうですね。小林選手なんて、結構なんか、梶原龍二さんの現役時代のようななんかオーラが、垣間見えるよう な, なんかいい雰囲気でしたね。そうですね、はい、チームの左さあ石川さん、はい、この試合どんなところ注目されますか？そうですね、やっぱりこのあのボクシングでもね、あの高い KO 率を誇る小林選手ですからね、はい、で、K-1 デビュー戦でも素晴らしい KO を見せてくれたので、今回は倒しに来るとは思うんですけど、やっぱりこの、対する塚本選手はですね、このキックでのキャリアの差を見せつけて、後半、泥臭い展開に持っていけばっていうふうに僕は注目してますね。あ、なるほど、はい、うん、まあ、ただですね石川さん、序盤からこの小林のパンチは、はい、左のボディフックです。やっぱ的確ですよね。もう一つ、はい、今の一発最初のボディが効いたのも分かってますからね、そこを的確に当てに行くのも上手いですね。高いパンチが加速しました。これはじりじりとガードを固めて前に出てこようというのが塚本です。そこにパンチ拳を振るっていくのが小林貴彦。ボクシングでは13戦9勝9勝のうち7つの KO 勝利というのがあります。まあ、非常に高い KO 率があります小林。この K-1 デビュー戦でも右ストレートで清水拓磨を沈めてみせました。ボディも効いてるとは思うんですけど、ここでね、あの小林選手もよし効いたと思っていながらなかなか失速しない塚本選手という展開が続くと、小林選手の動きがだんだん、あの止まってくるんですよね、はい、そういうところをね、あのキャリアの差を見せつけることができるかっていうふうに僕は注目しています。はい、ここも左のボディフックがありました。小林が立ち技2戦目、対する塚本が8戦目です。前回はね、塚本選手はね、延長での判定までそういうね、はい、粘り強い勝利も掴んでますから、でその試合の間隔も短い間でこう連戦できているのはいい傾向ですからね。うわ、右のストレート、これはダウンではありません。いや本当福島さん、これ小林、はい、怖いですよね。一発当たればっていう殺気ありますよね。そうですね、左のボディ効いてますよね、まあ、ただ塚本も倒れません、下がりません。塚本はね、もっと蹴っていった方が、露骨に小林選手ちょっと嫌そうな顔してるので、まあ、ボクサー相手には蹴っていくっていうのもそうですよ、まあ、ここはインローがありました、ですから山崎さん、この近い距離になると小林の距離ということですよね、そうですね、まあ、ボクシングの距離になってくるんで、まあ、中間距離でどんどんキック出して、まあ、相手が嫌なことをどんどんやっていかないと。第1ラウンド時間がありません。ここで第1ラウンド終了です。ちょっとこの第1ラウンドは福島さんに豆知識を伺う時間がちょっとありませんでした。あ、はい、ぜひラウンド間に一つあれば。あ、わかりました。あの塚本選手なんですけど、朝起きるとき目覚まし時計かけないスタイルらしいです。感覚で起きれるらしく。感覚で起きられる、はい、塚本の方ですね、赤いグローブ、はい、そうですか。それはちょっと山崎さん、人間としては羨ましい、はい、まあそうですね、まあ、起きた時間が朝っていう羨ましい生活をしてるのか、なるほど、まあ、感覚でしっかり時間に起きてるのかちょっと気になるところですね。そうですね、うちの相方だいたい昼の2時に起きますから。あ、そうですか、はい、これも目覚ましかけないスタイル。あ、そうですか、まあ、人それぞれね、あると思うんですが、はい、さあその中でその梶原龍二さんの雰囲気があると山崎選手お話ありました、はい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 、その梶原龍二代表が今、はい、小林にアドバイスをね。そうですね、やっぱまあ魂はしっかり、受け継いでると思うんで、雰囲気がいいですよね。山崎さんが歌舞伎流と意味を取りました。さあその中で石川さん、はい、この第2ラウンドの展開というのはどう予想されますか？そうですね、あのお互いそれぞれあのセコンドがどういう指示を送ったかによって、その戦い方が変わってきますよね。あの塚本選手としてはこのままどん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 前に行って、ロープを背負わせた方が小林選手の好きなことができなくなる、はい、というような指示を受けたんじゃないかなと、逆に小林選手としてはもうどん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 、ね、パンチをするのに加えてもうちょっとね蹴りも振っていかないと
向こうの展開になっちゃうというような、アドバイスを受けたのかなという気がしますね。そして石川さん、一つポイントはあの青いグローブ、小林の左ボディフックですよね。ボディですね、はい。まあ、ここは右のフックとミドルが交錯したんですが、手数で上回っていこうというのは小林の方です。まあ、塚本はかなり、山崎さん、はい、ガード固く高く構えていますよ ね、 そうですね。セコンド指示なのか分からないですけど、まあ、しっかり固めて下決定権という指示なのか、うん、まあ、少し蹴り数も増えたように思いますね。あの高く構えることで今のボディが入りやすくなるということはないんですか。はい、まあ、多少はあると思うんですけど、そこまで気にしてないのかなと思うんですけど。左、はい、今の引きましたね。そうしたね。ロープにはパンチで迫っていく。コーナーに詰めた小林が連打、右のストレート強打していきます。しかし掴むと倒れない。うわ、いいですね。ボディからの打ち分けですよね。同じ角度で、はいはい、打ち分けましたね。しかしまだ塚本も倒れません。鼻血を出しながら、いや福島さん、この塚本の耐久力びっくりしました。あー、逆に前に出てくるか。こうなるとですから石川さん、はい、第一ラウンドにお話いただきましたけども、小林の方もあれどうしたんだという感じで、そうですね。膝が効いたか、膝が効いたか、いや、この2ラウンド大きく動きましたね。お互いボディでの削り、膝が効いた、膝が効いた、今度は掴む楽しか、今度は掴む楽しか、膝からのパンチ、膝からのパンチ、コンビネーション、キックボクシングでのキャリア、その先輩という部分、意地を見せつけるコンビネーションを見せてもらいます。小林選手気持ちですね。ただ打ってこいと小林、ここは拳が交錯した。いや、流れが行ったり来たり、右のカウンターストレートは使うことです。お互い効いてますからね。はい、スタンでの攻撃は禁止されています。ただかなり小林がダウン効いている。あ、スタンディングダウンだ、スタンディングダウンだ。でも倒れなかったですね。そうですね、根性ありますね。根性、はい、スタンディングダウン奪ったのは塚本の方です。小林は一つダウンを奪われました。さあ、こうなると山崎さん、はい、これプロ2戦目というね、はい、小林のキャリアなんですが、どう影響してくるか。まあ、やっぱりこう経験の意味では塚本選手の方が、まあ、勝るとは思うんですけど、ここからやっぱり返せてなんぼというか、まあ、ファイターとしてプロとしてやる上ではやっぱり、ね、ここで気持ち見せてほしいですね。一つ試練ですよね。ここからが勝負です。右のミドル連打は塚本です。徹底していきます。さらに膝を突き上げて、ここで第2ラウンド終了です。返しましたね。いや、福島さん、はい、すごい試合になりました。小林選手かなと思ってたんですけど、一気に逆転しましたね。そうですね、連邦指名業、塚本は目覚ましをかけない派、はい、対する小林の何かありますか。ありました。子供の頃から殴り合った日は夜は寝れないそうです。そうですか。だから今日も絶対寝れないと思います。いや、これだけ山崎さん、うん、はい、激しく殴り合ったらもうアドレナリン全開で、はい、そうですね、もうファイターあるあるですね。石川さん、そうですか。そうですね、はい、アドレナリンが出るとね、逆に 寝ちゃうと良くないってのがありますからね。あ、そうなんですね、はい、脳に熱がこもった状態で良くないですからね。さあ、いや、その中 でも小林選手、倒れないところに彼のね、気持ち、男の強さを感じましたね。はい、これダメージという部分では、いや、絶対にあります、だけどね、絶対に取れないなんて決めてる男の覚悟を見ましたね、はい、さあ、ファイナルラウンドです。第2ラウンド、塚本がスタンディングダウンを一つ奪いました。逆に小林は奪われた。そう、蹴った方がいいですね、塚本選手、うん、そしてこの膝です。第2ラウンドは膝が有効打になりました。その距離で蹴るし、1ラウンド目から、ね、小林選手のパンチは当たってるんですけど、はい、常に前進しているのは塚本選手なんですよね。なるほど、決して下がってるわけではないんですよ、小林選手が。だけど前進しながら攻撃を受けてるから、だから相手の 100% のダメージは受けないんですよね、塚本選手は。そうそう、まあ、いわゆるこう攻めは最大の防御ではないですけど、そうですね、はい、あ、ちょっと待ってください。また小林がちょっと動き止まってきたぞ。攻めてくる。スタンディングダウンが倒れはしないんですが、再びスタンディングダウン。しかし小林も目は死んでいません。倒れないですね。倒れないですね。ただこれ石川さん、はい、ポイント的には小林完全に追い込まれました。そうですね、指示が完全に止まってしまったらね、スタンディングダウンですからね。本当に石川さんが試合序盤でおっしゃったように、もう塚本は泥臭くですね、はい、自分の沼に引きずり込んでいくような、うん、そうですね、そんなファイターに、ね、このキャリアの差を今のところ見せつけてますよね。となると山崎さん、はい、これ小林は
残り1分半ですね、はいはい、打開する勝利をつかむためには何が必要になりますか。いやもう中入って満振りですね。そうですか。もうそれしかないです、うん、はい、ボクシングキャリアがあります。まあ、もっとね本当は蹴ってほしいんですけどね、まあ、ちょっと練習不足だったのかな。効いた効いた効いた。ここもダウンを取られて、うん、ストップです。ストップ。塚本拓磨自身キャリア初の連勝はなんと TKO。 レフリーが試合を止めました。塚本拓磨選手の KO 勝ち。石川さん、はい、壮絶な試合になりましたね。そうですね、やっぱり塚本選手としては理想的な戦い方、倒し方ができましたよね。しっかりとキャリアの差を見せつけて、どの作戦もいいからしっかりと倒し切る、勝ち切る。小林選手としてはですね、最後なんていうか負けたというのも自分自身の情けなさが師匠というような、なんかね、最後リングのコナポソの下で座ってうなだれた感じでしたね。そして現在スーパーライト級の頂点に立っている山崎秀明選手、いかがでしたか。そうですね、まあ、小林選手すごいいい選手、まあ、いいオーラの持った選手だなと思ったんですけど、やっぱまあ K1 は、ね、やっぱ蹴りありきの、はい、まあ、競技なので、まあ、その辺もやっぱりしっかり練習してもらって、まあ、ボクシングテクニックはすごい、まあ、ハイレベルだと思うので、まあ、今後がね、しっかり蹴りを練習してもらってからの今後が、ね、すごい楽しみだなと思います。塚本選手はね、まあ、しっかり倒しきれるところでしっかり倒しきったんで、うん、はい、まあ、素直に拍手を送りたいと思います。マイクです。こんにちは、シルバーウルフの塚本拓磨です。今日は皆さん遠いところから応援、こんな時期なのにありがとうございます。まあ、前回の試合自分勝って、まあ、地獄のような3連敗それまでちょっとしてたんですけど、変わらず負けてる時もたくさんの人が応援来てくれて、会場でたくさんの声飛ばしてくれて、そのおかげで今この2連勝つながったと思うんで、ちょっともっともっと僕勝って活躍して、もっと上でふんぞり返ってるやつは食いついていくんで、応援変わらずよろしくお願いします。ありがとうございます。選手退場。吉本さん、はい、最後塚本のぜひ勝利の豆知識一つください。 あります。目玉焼きより卵焼き派だったんですけど、電子レンジに入れるだけで作るのを知って目玉焼き派になったそうです。なるほど、